さて。しほちゃん、入るよ。お疲れちゃん。お疲れ様。私こっちだよね。いや、逆。あ、こっちか。はぁ、ドキドキする。あ、まだそんなこと言ってるのか。全然慣れないよ。そうか。だってカメラに向かってみんなと会話するだけだし大丈夫だろう。ほんと、しほちゃんは落ち着いてるよね。ふむ、シンプルが一番。シンプルが。そうだね、頑張ろう。しほ、入るよ。お疲れ様。よし、来たな。お疲れ。よいしょっと。ふぅ。あえいうえおあお。あ、私もやらないと。まあ、あ、しほ、これ終わったらお風呂入って。へいへい。あ、今日ディレクターさんからもらったゼリーあるから、みんな一個ずつ食べていいからね。ウィス。自分みかん味もらった。あー、ずるい。早いもの勝ち。もう。ふぅ。じゃあ大丈夫？うん、大丈夫。いつでも。ん？ちょっと待って、はるな、これさ、もうコメント出るんだっけ？え？あれ？あれ？これさ、もう始まってない？嘘、嘘でしょ？え、まだでしょ？始まってるぞ。なんでなんで？はい、はるな、BGM。はい！はるな！違う、それ！やばい、やばい！じゃなくて、司法！何やってんの？放送事故を装ってみようかと。初の試みだな。いや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 、そういうのいいから。テンパる、ほんとテンパるから。そうだよ、しほちゃん。はい、タイトルコール。あ、はるなとマイカとしほのキュールーム。って、もう時間終盤なんだが。なんで言わせた？もう本当に放送事故じゃん。そうだよ、しほちゃん。私未だに心臓ドキドキしてるんだから。ほら、コメントでもめっちゃ楽しかったってたくさん書かれてるじゃないか。お後がよろしいということで、さて締めようか。もう、しほちゃん、完全に振り回された。皆さん楽しめましたか？見ろ、温かいコメントで救われますな。しほが言うなっての。ではでは、またねー。